ようございます。カモンマテリアル。マテリアルの深見です。マテリアルのあきです。カモンの日村です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組だぜい。はいはい。ということですね。はい、はい、来ました月末です。はい、5月27日でございます。はい、はい、27日はどんな日なんでしょうか。はい、今日はドラゴンクエストの日です。はい、東京都新宿に本社を置き、ゲームソフト開発販売などを手掛けるスクエアエニックスが制定いたしました。日付はドラゴンクエストがファミリーコンピューターファミコン用ソフトとして初めて発売された1986年5月27日から来ております。はい。俺高校1年生やわ。生まれてますよ私も。ね。はいはい。これの時はもう並んだんでしたっけ？並んだんかな。ね、僕は持ってないんですけど、弟が持ってて、弟が買ってたんで、買ってもらってたっていうかね。でやりましたね。これ RPG できた初めての。多分ね、そうですね。本格的プレイングゲーム、はい、ロープレ。本格的 RPG ね、面白かったですね。僕ドラクエとかが出る前に、ロールプレイングゲームってね。このなんていう紙上でやったりとかするやつがああはいはいなんかすごろくみたいなやつそうやねんけどこれがややこしいのがダンジョンマスターっていうのがいてダンジョンマスターだけが地図を持ってるのよほんで歩いていってはい壁にぶち当たりましたとかその俺らには見えてへんのにダンジョンマスターああそこ行けないとかって言われちゃうねうんっていうなんかそういうロールプレイングゲームはやったことあるね俺へえいやだからほらダンジョンの中入ったらさ見えてたり見えてなかったりするやんかでここで魔物に遭遇したとか「テレレレレ」とかで言いながらなんか「テレレレレ」とかなんか始まったりとかするやんか俺らはそれをダンジョンマスターがいてパーティーのメンバーがいてパーティーのメンバーが「じゃあ行こう」っつって行ったら「はいそこで魔物が出ました」とかで「って言って何が出てきたんや」みたいなところから「はいじゃあプーリエは何して」みたいななんかそんなんをやってたもうそのゲームなんかになる前の話ね。今じゃすごいですよねそしたらね。すごいよ画期的よ。画期的すぎますよね。あとあれかな何やったっけパソコン版のなんかそのロールプレイングゲームとかやってたけどね。はいやってましたけどね。はいはいあれねポートピア殺人事件とかあったね。何ですかあったねクソゲーって言われてなかったっけあれ。ファミコンですか？ファミコン。はいありました明石家さんまのなんたらかんたらとかあったよね。事件を解いていくやつね。はい。ありました。でもドラクエの終わってセーブする時のあ出た復活の呪文あれ一文字間違えたら大変なことになるだから大文字か小文字かだけでえらい違いからねそういう時代のねセーブポイントが「や」とか「言う」とか全部書いてましたもんね紙に書いて間違えてたらもうできない終わりセーブできてない「C」に点々か「C」なんかが全然違うからねはい。ありましたね。何回かありましたね。はい。ミスったことが。最悪ですよね。もう。はい。そんなドラクエの日と、百人一首の日です。1235年、文暦2年。この日、5月27日、公家歌人の藤原定家によって小倉百人一首が完成されました。はい。藤原定家の日記、明月記の。文暦2年5月27日の項に、定家が親友の宇都宮入道連勝、はい頼綱ですね、うん、のも、求めに応じて、書写した和歌百人一首の色紙が、京都佐賀の、小倉山荘ですね。はいの障子に貼られていたのと記述があり、この記事が小倉百人一首の始めに出たものではないかと考えられています。ということでその日はっていうことですね。はい。まあこれね、102種ってね、もうみんなちっちゃい時からほらカルタというかね、あれでやってますからね。はい。で、毎年のように近江八幡宮じゃない、近江神宮でね、ほら漫画にもなりましたね。ちはやふるみたいにね、みんながこう誰が一番やってんで一生懸命やるやつでやってましたけどね、カルタ取り大会みたいなのをねやってますけど、これね一回ねブームになったのが「藤原定家の暗号」って言われる本が出たんですよ。で何かと小倉百人一首に出てくる地名があるのね。でこれを京都の地図に並べていくとビタッと符合していく。で実は定家はこういうことが言いたかったんじゃないのかっていう暗号を紐解いた本があるんで、皆さんよかったら買ってみてください。いや別に宣伝したって俺にはいい線も入らないですけど。百人一首覚える授業ありました。ああ、あった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 。だから授業でやったよね。やりました。下の句と上の句読んでみたいなね。私一個だけ覚えてます。何？古の奈良の都の八重桜、今日ここの上に。あ、忘れた。最後だけ忘れた。今日ここの絵にでパーンって取る。どっか地名じゃないの？古の奈良の都。うん、覚えてたのに忘れたわ。今思い出したのに言っていくつに忘れていった。一個だけ覚えたけど忘れて。ですよね。あるんですよ。天の橋立を歌った歌が。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。あとほら小野小町のやつだったっけ、あの長目瀬島にとかありましたね。覚えてないっていう話ですね。完璧には覚えてない。覚えます。はい。藤原定家の暗号を読んでみてください。はい、以上です。はい。ということで今日のこのプレゼンありかなしかはですね、はい、6月にはい入りますので、もうすぐね、はい、6月といえばマテリアルでは音楽週間ですね。はい、これ結構ビッグイベントになってきてますね。そうですね。大体まあ2月に1回やってたんですけども、まあ最初は楽座さんだけやったんですけど、まあ下本地隆さんとかが加わってきて、まあこの間も一緒ではないんですけど、別々にやってくれてたので、まあアーティストの方が増えつつあったので、じゃあもう音楽週間として日にちをこう増やしていったらいいんじゃないかと思って。まあ一気に4アーティストが今度来てくれるので、でまあ6月の2日から5日、2、3、4、5までをやってみたいなと思いまして、それですね、それの宣伝をちょっとねしたいと思いますので、はい、じゃあいきます。このプレゼンありかなしかスタート。音楽週間です。6月2日、3日、4日、5日と4日間、はい、上映じゃない音楽週間ライブさせていただきます。はい、まず1日目、6月2日の金曜日は楽座ライブです。はい、もうおなじみ楽座さんですね。お二人のギターと三味線の手軽三味線ね。津軽三味線ね。はい、のお二人のユニットで本当にねトークも面白いですし、なんたってかっこいいんですよ2人とも。はい、で歌も素敵で。オリジナルとかねもうね歌ってくれたりとか、オリジナルでも全然やっぱ聴いてて全然違うんですよね。やっぱギターと三味線のハーモニーで全然違います。なのでぜひぜひ皆さんお越しいただきたい。でそのね男性の山ちゃんのもうギターもめっちゃくちゃかっこいい、ほんまにいいので、はいぜひぜひね生で聴いてほしいので。なんか山ちゃん最近なんかあれちゃうかったっけ、なんかつけ麺かなんかラーメンかなんか。ラーメンです。ほとんどラーメン食べて、フェイスブックでラーメン毎回あげてるんですよね。50杯あげるかなんかやってた。もう毎日ほぼラーメン。でそれをねともちゃんが突っ込むんですよ。突っ込むよね。ねそれがまたおもろいんですよね。SNS 上で突っ込みをやってる。はい。そのやりたりはみんなもまた面白いですし。それをリアルで見れます。はい。もちろんライブでリアルで見れます。でねこう1部2部ってこうね前半後半で分かれてる間に今回は辻翔くんのねトモルでね出てくれてる辻翔くんが立体紙切り絵師の翔くんがこの間もねカバーを3匹、我々をイメージして来てくれたという、しかも喋ってる間にね前で喋ってる間に来てもらって、そのパフォーマンスが生で見れます。はい。はい、なんか作ってほしいやつを考えてきてください。はい、来られる方。はい。でね、これはね、もう今の段階で完売しちゃったんですよ。もう。おお。ラクサのライブはソールドアウトしちゃったので、まあね、次次回もね、やるときにはもう早めに予約しないとこれないよってことを言いたいなと思って。なるほど。次のやつを大体決めてるんですよ。おお。だから6月の時は次8月ね。っていうのを。そこで発表するんで、なるほど。その帰りにこう予約して帰る人もおるんですよ。おお、マジか。結構早いんですよね。はいはい。そんな感じのなんか音楽週間になってきてる。はいはい。ぜひぜひ次回はね。はいはい。です。で3日の日、下本地隆の谷町ゴールデンアワーVol.2です。はい。合体しました。はい。これね、はいはいはい。来ました。もうね、下本地隆の喋りだけでも面白いんですけど、この人本来は歌い手なんですが、ミュージシャンなのにドキュメンタリー映画とかも撮ってて、ネタ動画とかも撮ってる人なんで、このネタ動画がもうめちゃくちゃ面白いんですよ。はい。ネタ動画がそして見れます。はい。そうそうそう。喋りながらネタ動画見つつ喋って飲んで食べてたまに歌うっていう。どこが音楽やねんと思うかもしれません。はい。もうちょっと前回ちょっと歌が少なかった。それめっちゃ少なくて。もうちょっと今度は歌ってもらおうかなと思ってるので。歌ってやほんま。はい。ほんま短編映像盛りだくさんで、映像が見れるの面白いですね。めっちゃ面白かったです。でなんか曲順とかそういう順番とかどうされますかって聞いたときにお客さんの反応を見て決めるって言ってるんで、本当にお客さんのね、はい。もう反応を見て、こう毎回やることが違ったりとかするので、はい、もう一緒に作っていくみたいなね、ライブみたいな感じで、繰り広げられていきますので、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、そして6月4日日曜日、はい、和也の歌でも聴いてみようかなっていうタイトルです。はい、はい、こちら北海道からなんと来ていただきます。はい、なんか高橋さんもなんか突っ込んでましたけど、突っ込んでましたね。札幌からね。出たことが和也さんの世界一売れないミュージシャンです。はい、世界一売れないミュージシャン和也。ドキュメンタリー映画の主人公というか主役の方で、その映画を高橋さんが前紹介されたんですね。でその和也さん絶対その札幌を出ないっておっしゃってらっしゃったらしくて、で大阪に来るんやみたいな。和也さんが出るなんて。なんかね、だから要は札幌出るんだみたいな。まあ要はマイクロシアターネットワークですよね。そうですね。サリサリ市場さんとね、つながってるので、ちょっとサリサリ市場の坂口さんに相談したら、ぜひという感じで、ちょっと前から言ってたんですよ。いつかやりたいですねって言ってて、もう今回行きましょうかっていう感じで、じゃあ聞いてみますっていう感じで、和也さんがじゃあ行きましょう。はいはい。ただサリサリ市場の坂口さんと、もう一人。2人付き添いが和也さん何もできないだから2人付き添います。あ、そうです。付き添いに連れてきて和也さんライブをさせると。させると。なるほど。っていう感じですね。まあ素敵なね歌を聴いて聴かせていただけると思いますので、昔というかね、そのデビュー当時に上京されるっていう話があったらしくて、その頃にスピッが出てきたらしいんです。スピッツかこちらの和也さんが出てはったバンドとどちらかみたいな感じだったらしいんですよね。でまあスピッツの方が出てきてしまってっていう感じですけども、でもその頃は北海道でバンバン売れてたらしい。へえ。なんかすごい売れてた。それはぜひね聞いてみたいですよね。はいはい。楽しみです。はい。そして6月5日月曜日は鈴虫ディレイのなめくじさんが来ていただけます。はい。なめくじさん。なめくじです。はい。もうね、ほんまに雰囲気がすごいんですよ。若い。ちょっとみんな塩持ってきといてね。溶けちゃう。あ、溶けないですよ。はい。まあ大阪出身の和装シンガーソングライターのなめくじさんなんですけど、ノスタルジーをコンセプトに活動中のバンド鈴虫ディレイのボーカルなんですね。まあ近畿を拠点に活動中なんですが、もう本当にね。歌声をね、この前のラクザの時に、もう最後終わった後にちょっと歌ってよって言って歌ってもらったんですよ。すごい声量とかも響きとかね、ものすごかったんですよ。でその時にライブしてくださいってなって、でも決まったんですよ、その日に。すごいすごい。だからぜひみんなに聞いてほしいなと思って、やっぱスズムシディレイっていう名前の通り、声がやっぱり綺麗なんですよ。なるほど。スズムシのディレイ、まあディレイっていう何ですか、音のこう音色を変えるエフェクトのことなんですけども、やっぱスズムシみたいな綺麗な声っていうか、そんな声が出せるんですよね。なのになめくじ、なめくじ、ちょっと奇妙な感じ。なめなめくじくじなめくじみたいな。すごい綺麗な歌声のはいミュージシャンなんで、ぜひ聴いてほしいですね。それはそれは楽しみですね。はい、そうなんです。だからまだ3アーティストの枠は埋まってないので、はい、ぜひこの時点で27日時点でどうなってるかちょっとわかんないです。お問い合わせいただければ大体いいかなと思いますので、はい。皆さんどうなってるかわからないので、ダメだったら次を狙ってください。はい、次があります。8月あたりかな。8月あたりにあります。はい、4つともね共通で料金2500円でワンドリンク付きとなっております。はい、もう完全に本当に飲みながらね、ワイワイ楽しめる、時間は別々というかバラバラなんです。ちょっとバラバラなんですよね。はい、2日の金曜日ラクザライブが19時30分スタートです。まあまあね、言うても平日というか金曜日ですからね。でオープンがね18時から。ちょっと早めにオープンしてますので、ラクザの早めに来てもらってね、まあ飲んでもらってもいいし、はい、そうです。はい、で下本尻隆の谷町ゴールデンアワーの6月3日は18時スタートです。はい、入場が17時30分オープンとなっております。はい、でカズヤの歌でも聞いてみようかな、カズヤさんのライブですが6月4日18時スタートになっております。まあ同じですね。はい、そうです。土日は18時オープンの17時30分オープンとなっております。そして5日月曜日スズムシリレーのあと1分です。はい、19時30分スタートで18時30分、そうですね。1時間、はい、そうですね。はい、となっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、4日間もありますからね。かなりボリューミーな感じですね。まだまだね、なんか1週間次やりたいなと思ってるんですけどね。はい、あと30秒です。はい。ということで、まあぜひぜひ皆さんまだ埋まってないとこね、埋まってないとこありますので、ぜひ来ていただければと思います。はい。はい。以上で大丈夫。まだあるんですか？まだあと15秒ぐらい。15秒。はい。これにっていうかこれもやるから、ちょっとねバーやるじゃないですか。バーにカラオケ置きました。ああ出た。カラオケあります。カラオケ置きました。はい。そういうのもやってるので、バーを増やしてます。6月に。ぜひそれを聞いていただければと思います。はい、時間になりました。俺聞いたそれ。なんでかわたっちから聞いた。ケンケンに言った。そう。ケンケンから。カラオケできたよって言って送って。はい、そうなんですよね。はい。なんかいろいろと設備投資というほどではないんだけども、せっかくあるのでね、ミュージシャンじゃなくて本人歌えんじゃんみたいな感じで、でまあこちらでねカラオケのところに加入してっていう感じで、はい、楽しみたいなと思ってます。はい、ぜひ皆さんそういうこともあるそうなので、楽しみに来ていただければと思うんですけども、これね丸×一応俺出した方がいいの。丸だけしか渡さない。丸。渡してもらえなかったんで丸しか出せませんでした。はい。反対出したのかな。白。はい。いやまあだからいろんな企画をねマテリアル考えてやってきてますし、はい。たくさんまた来ていただければなと思いますし、なんだかんだ言いながらねまあちょいちょいこの映画とコラボしてる部分もなくはないので、映画関係者の人音楽関係者の人ぜひね俺こんなんやりたいと思った人ね自分から名乗り上げてもらえると嬉しいなと思います。出演者でもねちょっと言ってもらったらそうかけてほしいのがありますとか言っていただいたら見てやらんこともないから偉そうまあ冗談なんですけどはいそういうこともありますのでぜひ、お声かけていただければなと思います。はい、ということで、この日何の日じゃなかったね。だいぶ前に終わってる。このプレゼンありかなしかでした。はい、ありがとうございました。次あゆみ。はい。本日ですね、27日、ひろやまことはさんの。セレククションですね。はい、セレクション。はい。パート2。セカンドです。はい。今夜新宿で彼女はリモート女子ドラマナイトよラブアラートこちら3本続けてご覧いただけますので、ぜひぜひ皆様お越しください。まず27、28今日と明日です。はい。お時間が13時、16時、19時の3回の上映となっております。特別メッセージ映像があるかもしれません。あります。はい。はい。料金1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。はい。そして28日ですね、日曜日このちょっと前に。絆をと無限の一本午前中です。はい、10時からやっております。こちらね、監督の武田和明監督も、来られてトークがございますので、上映が70分、トーク30分のなんと素晴らしいイベントになっておりますので、イベントになっております。武田くんファンしてください。料金は1500円で、アンダー22歳が1200円となっております。はい、お越しくださいませ。そしてですね、6月に入りますと、先ほどの6月に入りますと、傘の下最終日です。はい、6月1日木曜日、最終日となっております。19時30分スタートで料金1500円となっております。もうこの機会にぜひぜひね、ご覧いただきたいなと思いますので、お越しくださいませ。はい。そして音楽週間ですね。2345先ほどのね、たっぷりご紹介させていただきました。こちら音楽週間ございます。はい。ぜひぜひお越しくださいませ。そして鳥の子シティが金曜日、毎週金曜日まだ上映続いております。7月の14日まで毎週金曜日やっておりますのでお越しください。19時20分スタートで料金は1000円プラスワンオーダー制となっております。お越しくださいませ。はい、以上でございます。はい、ということで、いきますか。はい、今日のレクチャー。はい、ということで、今日はですね、何の話をするかというと、カバーです。カバーです。ちらっとだけね。帰ってきてすぐの時に言わせてもらったんですけど、13日の会の時に言わせてもらったんですけど、要はですね、僕らびっくりしたわけですよ、広島行って。まあ高知でもびっくりしました、正直言って。その大新劇場さんってね、高知県ってね、左右に長いんですよ。皆さん側から見て室戸岬があって、足摺岬で、この上が香川県、こっちが愛媛県みたいな感じですよね。でこの高知県ですよ。で安田町、大新劇場のある安田町っていうのは、こっち側のこの室戸岬の方なんですよ。ね、でここの山の中にある、劇場なんですけど、そこにだって1週間で160人超える人が見に来たわけですよ。で駐車場いっぱいになって縦列駐車機ブワーってなってるっていうそういう状態で見に来てくれたんで、ね、知らん人何事や思いますよね。いやまあそうですよね、本当ね。普段はそこまで来ない駐車場がないという。いやありますよ、あるんですけど、そんな、まあ、10台止めたらいっぱい行かなくなるですよね。そこへもうだから20台ぐらい止まってるみたいですよ。みんな車じゃないと来れない。そうだって。でもね、近くの駅あるんですよ、土佐黒潮鉄道って言って、そこの近くの駅から歩いて40分。それも山。畑の中ぐわーって行って、途中から川の横を登っていくみたいな感じです。まあ僕歩いたんですよ。暑くて死にそう。自然の中の。いやもう本当に秋か冬にしかやったらあかんことですね。日陰がない。ない。全く遮るもんないんですよ。畑やったら。もうやばかった。本当に。あれ桂浜から遠いんですか？だいぶ遠いです。だいぶ遠いです。はい。桂浜はもう反対側。だっていや桂浜は真ん中ぐらいなんですよ。真ん中ぐらいか。真ん中、ほぼ真ん中なんで、高知でいうと。そうなんですよ。だからだいぶ遠いんで、でも実は高知の方から来た人もいるんですよ。あるおばあちゃんが2時間半かけて来たって。車で。2時間半。2時間半。あるいは徳島から来ましたって言っているし、3時間半かけてバイクで来ましたって。そんぐらい高知でもある意味大人気ですよね。でそして広島びっくりしましたよ。だって普通の研修室60人の研修室でスクリーン立てたりやらなんやらするとやっぱ50人が限界のところなのに、58人ぐらい入っちゃってでごめんなさいした人が何人もいるみたいなね、そんな状況やったんですよね。だからやっぱねまだ見てない人たくさんいて、でこれがですねなんでそういうことになったかというと中国新聞の新聞記者の人がめちゃくちゃいい記事を書いてくれて、この文章がすごく良かったのでちょっと読ませてほしいと思うんですけど、タイトルが「熱血教師実話描く映画」。80年代の大阪荒れた中学舞台、すさんだ家庭環境の中もがくように生きる 中学生に正面から向き合った教師たちを描く映画「カバ」の上映会が7日広島市中区袋町の、豪神社ウェンディ人町プラザである。1985年の大阪西成を舞台にした実話に基づく作品で、川本孝弘監督のトークもある。2010年に58歳で亡くなった伝説的な中学教師カバマスオさんと同僚の歩みを知った川本監督が3年間をかけて約300人から聞き取りして脚本を書いた、セリフの一つ一つが取材に基づくドキュメンタリーに近い作品、という。校内暴力などで荒れた中学校が舞台だが映画に描かれる教員の、主業務は、家庭訪問に他ならない。あれの背景にある要はサンデルっていうね、荒れたその生活の背景にある、差別や、貧困に向き合わない限り、教育のきっかけすらつかめないからだ。で、作中、人権上の配慮から、新聞紙上では使いづらい言葉も、盛んに飛び交う。ほんまにそうですからね。はい、で、しかし本作が描くのはまさに、生ぬるい言葉では語れない人権で、熱血教師たちの、奮闘が熱い涙を誘うね。まあ一応ねここに最後にねちらっとだけ入れてもらってるんですけど、川本監督がプロデュースした、父を自死で亡くした少女の物語「ともる」かっこひうかっこですよかっこ日浦昭弘監督、との2本立てもうちっちゃくもうこれだけ書いてもらってるんですけどね、はい、まあそれはさておきまあだからこういう書き方をしてもらったらもう本当に4日の日にね、この新聞出たらしいんですよ。だから大新劇場で上映してる間に川本監督の電話が鳴るってえって言って「はいはいもしもし川本ですけど」って言って「はいはい監督です」みたいな感じでまさか向こう監督出ると思ってないみたいなほんで「あいやもうせっかくお電話いただいたんでお名前聞いときます」って名前バーってやったらあっという間に40人ぐらいもう予約で埋まっちゃったみたいな。すごかったんですよ、とにかくね。だからまだまだ見てない関心の高い人としているっていうのも現状あって、僕らというか、まあ、川本監督含めそのカバに携わってる人たち、まあ、僕も言ったらダイジェスト版の編集もさせてもらったんで関わってる人間になるかと思うんですけど、まだまだその全然、伝わってないところがあるということなので、あともう一個が。ブラウン大学です。アメリカの名門大学のブラウン大学っていうところで日本語を専攻している生徒さんに日本のいわゆるその人権の状況も含めて見てもらいたいということで、これを題材にして、授業をされて、でなんとねすごいのがねアメリカ人ですよ。母語は英語ですよ。皆さんイングリッシュですよ。でその人たちが、日本語を学びながら、それの教材としてカバーを見て、なんとカバー2っていうのを勝手に作ってるそうです。これの続き？いやそう優子は何年後こうなってるんちゃうかみたいなでそういうのをぜひ作ってほしいみたいな要望が来てたりとか、まあだから、まあ、人権問題ってね人種のるつぼである、ね、アメリカで言えばやっぱりすごい関心の高いものだったりとかするので、まあ、そういう中でカバーが教材に使われた。だからやっぱり日本でこれをねもっともっとやっぱ教育の現場で見ていってほしいなっていうのを正直思ったりするので、ぜひですね、カバー、まだまだやってますからね一応ここで、はい、だから、ぜひ見に来てほしいなというお話をさせていただこうということで今日お時間いただきました。はい、こんな感じですけど、はい、どうでしょう。10月までやってます。はい第2、第4月曜日19時からやっておりますので、お越しください。ね、まだまだ盛り上がれるんじゃないかなと思うんですよ。で、大阪で見てる人ばっかりじゃないし、まだまだ見てない人いらっしゃると思うんですよね。まあ、月曜日の夜っていう時間帯がね、ちょっと難しい人もいるかもしれませんけれども、まあ、まだもうちょっとやってますからね。やってる間にぜひ1回ぐらい来てほしい。1回見た人ももう1回見てほしいんですよ。あ、そうですね。はい。ほんま泣くとこ変わってきて、もう2回3回何度でも楽しめます。まあ80回見てる人いますからね。はい、ということで、もう80回見ろとは言いませんが、はい、ぜひ楽しみますね。何回も楽しみます。見ていただければなと思っております。はい、はい、ということで今日のグッドでした。エンディングでございます。はい。もうね。この日なのにしませんよ。いや、分かってるよ。3回見てる。さすがに。はい。まあちょっとね、滑舌悪いとかいろいろあるんですけど、はい。まあ5月終わりですよ。はい。次回がもう6月になりますね。早いな。いや、もうそれ言い出したらもうね。それ以上言うたら俺セクハラなんだな。まあ言うても僕らもね、この5ヶ月間ぐらいもう走ってきましたよね。で、まだまだ走らなきゃいけないと思ってるので、はい、どんどんいろんなことをね、やっていきたいなと思いますし、僕自身の中でもいろんな企画があったりとかもしますし、同時にですね、ドラゴン映画祭年末に企画してますんで。はい、また皆さんにね、いろいろご報告したいなと思うんですけども、とりあえず、いろんなことをこれから僕らまたやっていきますし、この番組の中でまたそういうのを紹介していきますんでね、ぜひぜひまた、次回も、番組ご覧いただければなと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。